今回ご紹介しますスマートフォン、アンドロイド端末用のアプリはこちらです。 S2 パーミッションチェッカーというアプリです。はい、このアプリ、何かと言いますと、スマートフォンに、インストールされてますアプリの権限関係、そのアプリに、どんな権限を与えているのかということを、確認するものです。中には、インターネットにつながる必要がないのに、勝手にインターネットにつながることを許可しますよという権限があるアプリもあるので、この S2 パーミッションチェッカーで、確認することができます。確認する方法としましては、パーミッションリスト、または、アプリごとのパッケージリストがありますが、まずこのパーミッションリストをタップします。はい、これように、権限ごとに、表示されます。で、これメニューをタップします。で、アイコンの意味ってあります。このアイコンの意味をタップしますと、このアイコンが、何を意味しているのかっていうのが表示されます。数字が大きいほど保護レベルが、高いということで、まあ、1がノーマル、2、3、4というふうにして、4の赤い、マークが、一番保護レベルの高いパーミッションですということになります。はい、具体的にこれ、どれかを、タップしましょうか。ここに数字がありますが、そのパーミッション権限を持っているアプリケーションが5個ありますよということで、これはコールプライベプライビジット、なんかちょっと英語はあまり分かりませんけど、そういった、権限なんですね。この5つのアプリに、権限を与えていますということが書かれてあります。はい、これずっといくと、その横にその数字が書かれてますよね。結構313の、パーミッションがございます。また、バックで戻ると、今度アプリごとのパッケージリスト、ここをタップします。はい、そうするとアプリごとに、表示されます。で、この数字0というのは、これは、パーミッション権限がありませんというアプリなんですね。権限の数の多いアプリ、どんなアプリがあるかということを、最大保護レベルで見ますと、あれ、これ数が出ませんね。あ、これか。はい、電話というアプリが57のパーミッション、Google、サービスフレームワークも57というパーミッション権限を持っている。あと、バイバーとか、LINE もかなりの数の権限を持っているということが、わかります。まあ、どれかタップすると、例えば LINE をタップすると、 LINE に与えられていますパーミッション権限をここで、確認チェックすることができます。はい、そのパーミッションをタップすると、今度そのパーミッション別にアプリを表示してくれますという切り替えができます。はい、この、S2 パーミッションチェッカーでアプリに、与えられている権限を確認することができます。はい、今日は、端末のパーミッションを確認するS2 パーミッションチェッカーというアプリをご紹介しました。自分の端末にどんな権限があるのか、どんなアプリがどんな権限を持っているのかというのを確認するには、もってこいのアプリかなと思います。はい、それじゃ失礼します。